鮎の背越しさせていただきたいというように思います。鮎を氷で締めまして、動きを止めておきます。鱗をですね、尻尾の方から取っていきます。これが鱗になります。頭を切り取りまして、この辺にですね、背びれとか腹びれとかがついてます。それも切り落としていきます。背びれ腹びれを切り落として、内臓、これ苦玉でして、これ潰してしまうとすごくこう色もついてしまって、なおかつすごく苦いですので、身が美味しくないんで、潰さないように取り除きます。筒状に切っていきますので、お腹を裂いて水洗いをするのではなくて、こういった竹串とかでですね、内臓をきれいに掃除をしていきます。今ちょっとお尻の方にちょっと貫通させてですね、こちらから水を入れてこうすることによって内臓が出てまいりますんでですね、こちらで一応下処理は終わりですので、これから切っていきます。背中越しに切るから背越しということで、けれどもから順番に切っていきます。骨ごとですね、切っていきます。でこれぐらい、まあ、尻尾を残しておきます。これを洗いにかけていきます。生臭さとかですね、洗い流すというぐらいの感覚でいいかと思います。余計な水分を取ってですね、盛り付けをしていく、こちら鮎の背越しでございます。